イリア・ニコラエビ・チューリーヤノフは、北カフカス出身の物理学者。平民出身であったが物理教師として、教育面で顕著な功績を挙げ、晩年に、ロシア帝国により、貴族へ列せられた。しかし本人は熱心な共和主義者であり、濃度性や貴族制度に嫌悪感を抱いていた。ロシア革命の指導者となるウラジーミル・レーニンこと、ウラジーミル・イリー・チューリーヤノフの父として知られ、 レーニンの父としても敬意を抱かれていた。1831年7月31日、北カフカスのアストラハン市で、ニコライ・バシリエビチューリアノフとアンナ・アレクセイアナ・スミルノワの子として生まれる。父は、チュバシ系解放農土出身であり、母は、カルムイク人だった。1854年に、火山大学を卒業して、数学と物理学の学位を取得、卒業後は、 物理教師として教育活動に従事した。1850年代から60年代にかけては上流階級向けのギムナジウムや女学校などで物理学を教えていたほか、ニコライ・ロバチェフスキーの同僚としてドボリャンスキー学院で教弁をとっていた時期もある。1869年、帝国政府からウリアノフスク軍における公立学校の監督官に任命されている。 1874年には総監に格上げされ、1886年まで同地方における教育政策の責任者であった。1882年、教育分野における長年の功績を称えられ、ロシア帝国政府は帝国政府官職におけるニコラエビチの階級を第4位に相当する市民評議員へと格上げし、セイウラジーミル勲章と名誉貴族の称号を与えた。 私生活では、同じ学校教師で、スウェーデン系ロシア人の改収ユダヤ教徒であったマリア、アレクサンドロブナ・ブランクと結婚して、アレクサンドル、ウラジーミル、ニコライン、ドミトリー、アンナ、オルガ、オルガ、マリアの4男4女を設け、3男2女が成人した。しかし、後世に子孫を残したのは4男のドミトリーだけで、ある。1886年に、 脳出血のため休止し、長男、アレクサンドルの処刑、次男、ウラジーミルの逮捕など、以降家族の命運は大きく安定することとなる。ニコライエビチは学者や教育家として優れた資質を持った人物であったが、同時に近代的な教育制度の確立を目指した自由主義者でもあった。彼は国籍や階級、宗教、民族、性別による、 教育機会の格差に反対して、誰でも意欲があれば、学問を学べるように政府へ働きかけた。一部の歴史家は、レーニン以前から、ニコラエビチの自由教育に向けての運動によって、ウリヤノフケは、ロシア革命に貢献していたと評価している。1871年には、公立学校の監督官として、千葉市語で学ぶことができる、公立学校を設立して、 ロシア語が使えないチュバシ人にも教育機会を与える努力をした。同様にモルドビン人、タタール人のための公立学校も設立して、帝国内の少数民族が学問を学ぶ上での不利を絶正した。貴族の地位に甘んじず、奴隷や貧困といった階級問題を子供たちに伝える努力を惜しまなかった。父の影響により生じた。 レーニンら子供たちの価値観はより貧しい階級や、異民族への同情と、階級制度への嫌悪を育むことになる。事実、1歳で創生した次女、オルガイ・リーチナ・ウリアノバ、19歳の若さで創生した三女、オルガイ・リーチナ・ウリアノバ、生まれた年に亡くなった三男ニコライ・リーチ・ウリアノフの3人の子供たちを除けば、レーニンを含むウリアノフ兄弟姉妹5人全員が、 革命家の道を選んでいる。四つを、ドミトリーの子孫は、ウリアノフケ唯一の子孫である。レーニン、エイバイオグラフィー、ロバート・サービス、ハット・オリジン・オブ・レーニン、コルマックス、チャワシ、ジューズ、ジャーマンズ、スイーズ、ユクレイン・スカ・プロベダ、エイプリル22、2012、ありがとうございます。